空気と水の温度差で発生する冬の風物詩、けあらしです。撮影した午前7時ごろ、島としては氷点下 4.5 度を観測。厳しい寒さとなりました。言いたいように寒いね。今日は今朝寒いですね。吐く息がやっぱ白いもんね。今日の県内は最低気温が伊野町本川で氷点下 9.3 度、本山町で氷点下 6.8 度など、16の観測地点のうち8カ所で今シーズン最低を記録。高知市では氷点下 3.1 度まで下がりましたが、日中は10度と13度を超える寒暖差となりました。気象情報会社ウェザーニューズによりますと、高知市では明日昼過ぎにかけて雨が降るため気温が下がりにくく、最低気温は0度、日中は10度近くまで上がる見込みで、寒気のピークは過ぎたとみられます。一方、山沿いの地域は上空に寒気がとどまり、みぞれ混じりの雨や大雪となるところも。雪への注意は週明けまで必要です。